はい、それでは、コリント第一の15章を開いてください。コリント第一、15章です。で、私たちの教会は順番に聖書を一節ずつ見ていってます。これね、午後にね行っているんですけれども、午前中ですね、そこの箇所から一部を取って、この中身を掘り下げて、いきたいと思っています。第一コリントの15章ですが、13節に、今朝は注目します。15章の13節です。よろしいですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえなかったでしょうと。死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょうということです。私たち間もなくコリント第一の手紙を読み、終わります。来週で、来週じゃない、再来週になるか。来週は15章後半ですから、16章、再来週で読み終わりますが、この思い起こすとですね、第一コリントの手紙は、十字架につけられたキリストから始まったんですね。一章のところで、十字架の言葉は、この滅ぶ人にとっては愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと。ですね、十字架につけられたキリストが、そのキリストを信じる者にとっては、その神の力、自分の救いになり、自分の知恵になる、自分の力になる、ということをですね、この見ていきました。そして15章、この終わるにあたって、パウロがこのキリストの復活を、この、もう他の、なんていうかな、このパウロの手紙の中でも一番細かくですね、この詳細に、この教えていっているんですね、この手紙の終わりが。ということはですね、簡単に言うとですね、このコリントの人たち、この教会の人たちに欠けていたのはですね、十分に福音に立っていなかったということなんです。それで、今まで見てきまして、この仲間割れ分派っていうか、この派閥って言った方がいいですね。派閥の問題があって、あと、性的罪を犯しているのに、まあ、そのまま教会に許していたという問題がありましたよね。そして偶像の宮で肉を食べていたと偶像礼拝の問題がありました。そして公の礼拝においていろんな秩序の乱れがあってですね。で、この前は御霊の賜物、聖霊の賜物をこの乱用していたですね。だからこのそういう問題があって、これすべてが福音に根ざしていなかったということなんです。信じていたと思うんですけれども、いつの間にかそこに根ざした生き方をしていなかったということなんです。で、15章では具体的に死者の復活、死んだ者はよみがえるということ、生き返るということで、コリントの人たちの中で否定した人たちが一部にいたんですね。で、これ、信仰を持っていない人であれば、当然そのように思いますよ。死んだら終わりです。ですね。で、その、世にある、まあ、こう考え方に、まあ、こう、彼らは影響を受けたか、まあ、頼っていたわけなんですね。これ、一章でもそうでしょ。その、知恵、世の知恵に、この彼らはいろいろとこう、なんかこう知識と言われるものをですね、求めて、かっこよく生きようと思っていたんですけど、まあ、クリスチャンがね、かっこよく生きようと思うとね、一番かっこ悪いからね、皆さん、初めからかっこ悪い方がいいですから。どういう意味かって言ったら、何ですか？神は、この世で愚かと思われるものを選び、取るに足りないものを選び、ですね、力のないものを選び、そしてそのことを選んで、そして救われたことによって神様の恵みが、その力がどれほどのものであるかを知らせるためにあえてそうされたということなんです。なのでかっこ悪い方がいいって言ったらその意味です、うん、ですね。キリストを誇るわけです。で、そのかっこいい人が本当はかっこ悪いんだってことを気づかせるために、神様はあえて
愚かなものを選ばれたというところから、第一コリント始まったんですけども、この死者の復活のこともやはり、この世の命のみしか、ないと、ね、今生きているこの命しかないという、まあ、考えがあったので、まあ、それでこのコリントの一部の人たちがその動いていって、で15章の32節でね、この死者が蘇らないとね、どういうふうな生き方になるかっていうのを書いてあるんですね。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということなの。だから今与えられている命しかないから、今このどうせ死ぬんだから、その肉を満たすっていうか、自分の肉の欲を満たすようなことをやっていけばいいじゃないかね。だって報いがないんだから、そのやってる一生懸命なんていうかな、正しいこととか良いことを行ったとしたって、なんか特にその生きがいというか報いがないわけですから、その報いがない社会っていうのは結局今楽しめばいいって話になっちゃうんですよね。でこれを彼らは受け入れていったわけなんです。でその死者の復活というのはその逆なんですね。死者の復活は今この体で行っていることが蘇った時にそのまま報いが与えられる、良いことも悪いこともその神が報いを与えるということなので、これを、受け、入れるということはその永遠の価値ですね、永遠の報いを受けるその考えでですね、今を決めていくわけですから。でこれを、まあ、日ごと日々楽しいことをやっていれば、日々この目に見えることが、これがやりたいことなんだということで、そのやりたいことをやっていけばですね、おのずと死者の復活っていうのは、まあ、不都合な教え、真理に不都合な教えになってくるわけですね。でそれでこう否定しているという、ことなんです。で具体的にはですね、コリントの町、これ、ま、今ず、ま、他の町もそうなんですけど、ローマ帝国の中にはあるんですけれども、ま、みんながギリシャ語を話しているということで、ローマ帝国の前ギリシャ帝国があったわけですね。でそのギリシャ人の考え方や、アテネに代表されるギリシャ人の考え方や哲学というものが、ま、この死生観があったわけなんです。でギリシャ人っていうのはどういうふうに考えていたかっていうと、霊と肉を分ける二元論なんです。まあ、これを分かりやすく言うとですね、知識人の人たちの中に多いんですけれども、私のうちの教会、今ちょっと今、ハワイ行ってる方です。まあ、そうするとね、うちの教会の人も分かっちゃうんですが、彼がですね、この本面白いよって言って、勧めてくれた本があって、まだ私読んでないんですけれども、日本語にも訳されていて、インテレクチャルズっていうんですよね。これはね、知識人たちっていうふうに日本語に訳せるかもしれませんが、でそこにこの、今までこう世の中を変えてきたすごいこう巨匠っていうんですか、知識の巨匠たちが出てくるわけですよ。ルソーであるとかですね、マルクスであるとかですね、そういう人たちが出てくるんですが、その人たちの生活というものがもう一般人以下です。もう最悪です、で自分で働かない、女の人はもう動物のようにあしらっても行くと、でもう本当に、女性への尊厳っていうのは全くないとか、もうめちゃくちゃなんですね。だから知識というものがこう精神的な霊的というか目に見えないものはすごくこう研ぎ澄まされてるっていうか天才なんですけれども、その肉で行っていること、この実際の物理的なこのいわゆる生活臭があるようなこの実際の生活、それがめちゃくちゃな理由はこっちの方に価値を置いてないんですよ。こっちは大事じゃないと思ってるんですよ。もう精神的なもの、霊的なものっていうか、このそれを分けているのがこのギリシャの哲学のこの根本に、霊肉二元論って難しいことですね。でこういうことが起こる。で、そういう、なんていうかな、知識のある人って、まあ、こう、私たち、おすごい、ああ、で、あと、口がうまい人、こう、あこの人、本当、すごく、なんか、霊的なんじゃないのとかさ、思うかもしれませんが、やってることはもう、めちゃくちゃっていうのは、これ、分けちゃってるんですね。で、聖書は、さっき言ったように、体の復活を信じてるんです。ということは、今、この体で行っていることが、
非常に霊的なことなんだよと、こう教えるわけなんです。例えばここに、貧しい人がいてですね、だからの世の中の貧しい人を救いましょうって口で言うのは簡単ですよ、けれども自分のそばでね困ってる人を助けてるかどうかっていうのはこの体で行ってることじゃないですか。あと家庭、自分の子供娘をどう見ているか、あと夫婦ですね。でそういうのはね、あそういうのはねもう本当にね大したことないよって、でこれがギリシャ人の考えだけども、聖書の考えはそれこそが非常に霊的なんだというふうに捉えているわけなんです。だからコリントの教会の問題を見るとですね、このパウロがね、この今まで学んできた人はわかるかと思うんですが、体というのをすごい頻繁に出すんですよ。性的な罪についてはあなた方の体に対して罪を犯してるよと、他の人迷惑かけてないよねとかって言うかもしれないけど、あなた方の体こそが神の聖霊なる神の宮なんだよと、神殿なんだよって、この体で行っていることがこの性的なことであっても人に迷惑をかけてない、そんなの違うんだよと、遊女とつまり売春婦と風俗に行ってですね、女の人と一つになったらあなたはキリストのものになって、キリストと一つになってるんだから、イエス様とその女の人を合体させてるんだよって話をするとかね、この体のことを強調している。であとはこの偶像の宮でこのこうご飯をね食べて肉を取ってる、これいわゆるこういう偶像礼拝をやってる時にね、でそこでもやっぱり主の晩餐、私たちはこのキリストの血に預かってキリストの体に預かってると、でそして私たちはキリストにって一つなんだと、だからこっちで自分が勝手にやってることがこっちの人にも響くんだよと、自分のことだけの問題じゃない、だから個人主義じゃないんですよ真理は。自分がやってることはね、例えばお父さんが、いや私は自由にやってるよと、私は大丈夫だよとこう言っても、息子たち娘たちはどうなるんですかって話でしょ。家族ってそういうもんじゃないですか。でそれと同じだよと、キリストの体があるんだよとって言って、体のことを非常に強調しながら、この一つ一つの問題を見ていくとね、必ず体っていう言葉が出てくるんですよ。でその体で、体が復活するんだっていうのが根本の教え、聖書にある根本の教えの一つなんですね。でそれをそうじゃないとか言って、まあ、いるわけです。でともするとですね、私たちギリシャ人ではないですが、まあ、日本人ですね、多くの人が、ほとんどの人はそうかな、日本人ですけれども、まあ、人間、普通のギリシャ人以外の人であってもですね、誤った死生観を持ってしまう。で何かっていうとですね、このクリスチャン特有の死生観、間違った死生観ですよ、イエス様信じたら天国に行けるね、やったじゃん、映画チケットさゲットしたみたいにさ、こうなんかすごい競争率の上げちゃう、もうオリンピックでもいいよ、あらーやったぜって、俺ももらったもんね、やったんって、その時に行けばいいんでしょってね、死んだ後に天国行けるわって、でその天国に行った後もさ、何か違うこと考えてんだよね、楽なところ楽しいところじゃんってかってさ、そしてこの残った時間っていうのはもう適当にやってたってさ、いくらってもうでもイエスの信じたんだからってね。でこれ完全にもうギリシャ人と似てますね。体で行ったことについて責任を持ってないっていうか、申し開きをね後にしなければいけないっていうことをすっかりと忘れてしまっているわけなんです。で、次はですね、ここに日本にいますから、でほとんどの方が日本に、でもちろん伝統や文化は仏教であったり、あとは、神道であったりですね、するわけです。で、日本人の死生観が、をちょっと見ていきたいと思います。で、これはキリスト者になってもイエス様を信じたとしても、どうしてもですね、大きな問題があってね、この復活の信仰に生きられないという、死ぬということを考えられないんですよ。だって復活ってさ、死んだ人が生き返るんでしょ。だから復活の定義ですよ、言葉の定義。だまず最初死んでるっていうこと、死ななきゃいけないっていうか死ぬんだっていうことですね。でこれを受け入れるからこそ初めて、この生き返るわけじゃないですか。でこれがですね、なかなか考えられないわけなんです。あるこのそういうことを取り組んでいるこのウェブサイトがあって、でクリスチャンがねこういうことを書きましたが、ちょっと読みますね。キリスト教信仰は死と復活なくして成り立ちません。死あってこその蘇りなのです。
しかしこの死という概念こそ日本人にとって最も理解しがたいことなのです。古来から日本には死という概念はありませんでした。人間の肉体は朽ち果てても霊魂は生き続けると考えられています。そして霊魂はさまようものと考えられていましたと、という考えなんです。でこれ分かりやすく話します。この東日本大震災の津波の被害で、私たちこのカルバリチャペルロゴス東京は2011年に始まったんですね。2月に始まったから1ヶ月後に起こったんです。でこの始まったばかりの教会が、で私がね仙台出身なので、まあ他のカルバリチャペル、日本にカルバリチャペルたくさんありますけども、でみんながね1ヶ月後ぐらいにもうバーって行ったんですよ。で私たちもここでもう何度も何度も行きました。で、津波を逃れてね、こう暮らしている人たち、もちろんほら逃れれなかった人たちは死んでしまっているわけですけれども、まあ、逃れている人たちに、まあ、こういろいろ世話をしていくんですね。でそのある人がですね、クリスチャンが、その仲間が、その一人に死んだ後どうなるか、という考えたことありますかって聞いたんですね。そしたら、いやそんなことを考えられません、怖くてってこう言うんですよ。死をもう死に取り囲まれてるわけでしょ、この生き残った人たちって。だからもう誰かがたくさん死んでるっていう現実があるわけでしょ。人はみんな死ぬんですよ。けれども死ぬこととか死んだ後どうなるかとか考えられないってこう言って、これが日本人の死生観なんです。さっき言った死という概念がないんです。でどういうふうに処理するかっていうと、それ死っていう、本当に死ぬっていう、自分がもう本当死ぬっていうことを考えられないから、死ぬ前に、なんか死ぬ前になんかこう、例えばだからこの死というものを考えないで、こういう感じでね、ピョーンって飛んでね、そして霊がふわふわ浮いているっていうふうに考えちゃったりとかですね。でこのように死という現実を考えられないんですよ。これも本当にいろんなところにこの波及していまして、こう実際に死ぬかもしれないっていうことを想定して動くっていうことはできないです。で例えば僕何だっけ、まあ、言っちゃっていいんだけど、勇気牧師っていうね、YouTuber と僕今週に1回出てるんですけれども、収録昨日終わったんですね。ちょっとネタバレしますが、最初に北朝鮮 の, 核ミサイル、ミサイルか、ミサイル実験の話をしたんですが、大きな話題になってないですよね。なってないでしょ。でもそれって超音速なんだかって言って、迎撃ミサイルもね探知できないっていうものなんですよ。だからもう撃てないんですよ。だから日本に来て撃とうと思っても撃てない速さなんですよ。で原爆受けた国なんですよね、日本は。原爆で多くの人死んだ国なんですよ。唯一の国なんですよ。けれども他の受けていない国々の人はやべえって言って、アメリカの人たちもやべえとこう言ってて話題になってるんだけど、日本は話題にならないんです。つまり死んだということとか、この現実っていうのを想定できないで生きちゃってるんです。でこれがでも全死ぬって言ったらその通りだってわかるんだけど、じゃあ死んでどうするのっていうということをこう真正面に受け止めるとわからなくなっちゃう。でこれが別にね、自殺しろって話してんじゃないですよ。いやむしろ自殺というのは、その死ぬという何て言うかな、こう現実というものからある意味逃れてるかな、自分でやろうとしてるから。これ神の手で死んでいくわけじゃないですか。でそれを自分の手でっていうふうになっちゃって、結局やっぱある意味で生かそう、自分を生かそうとしているっていうふうに考えてもいいかもしれない。生きるって辛いですよ。生きるって辛い。でそこに自分が死ぬっていうこと、だからこう自分で生きてきた、まあいわゆるまあ罪ある自分ですよね。でこれに対して死ぬという、この勇気が必要なんですね。死んで初めて生きるんですね。でこれがキリスト者の場合は、キリストが死なれたので自分もキリストに結ばれたものだから、自分も死んで十字架で共に十字架につけられて、そしてキリストが蘇られて、自分もキリストの命にあって蘇るんだということを、この受け入れてるからこそキリスト者となるわけなんです。でこれがだからイエス様を信じるって、簡単にね、あなんだイエス様を信じるって、信じるって言えば切符もらえるのねってかね、こう簡単に見えるけど、すごい簡単なんですよ。シンプルなんですよ。
簡単に言うと子供みたいになるわけ。この小さなもののように、このようにならなければ神の国に入ることはできないって言ってますから、子供のようにシンプルなんです、ね、けれども子供のようになるってすごくね、大人としてはプライドがあるので、俺今までここまで生きてきたんだもんって、ここまでやってきたんだもんって、これ結構若い人ね、若い人でもやっぱプライドあるよ、私ここまで生きてきたもんって、ね、であるから死ねないんですよ、子供のようになれないんですよ。しかし勇気を持って、イエス様が死なれたっていうことは、自分が本当に罪の中に死んでいるということを認めることであり、そしてその後ですね、亡くなるんじゃないんですよ、亡くなるんじゃない、蘇りの命を受け取るんです。イエス様が蘇られたように新しい命を受け取ることができるわけなんですね。このようにしてガチっていう言葉あるじゃない、今何年ぐらい経ったかな、ガチって、ガチで勝利できるんです。なぜかというと、この世界には罪と死の原理が働いています。まあ、ちょうどこの、世の中がどんどん滅びへと向かっているっていうか、ある形あるものがどんどんなくなっていくっていうんですか、宇宙もそうですよね、いつか寿命が来るわけでしょ、この星っていうのはね。それと同じように、この罪と死の、だから神から離れ、神は命なる方だから、でその命から離れてしまっているので、そのどん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 なくなっていくしかないんですよ、この滅んでいくしかないんですよですね。でこれ罪と死の原理が自分の体にも働いてるし、また世界にも働いているわけなんですね。しかしイエス様は私たちの罪のために死なれて、そして3日目に生き返ったんですって。これが起爆剤どころか全部を変えてしまったゲームチェンジャーです。中野君結構ね、こう今現代語使ってるけど、全部を変えてしまったゲームチェンジャーです。イエス様が蘇られたということは、その死を飲み込んだんですね。死を飲み込む、飲むっていうのが、なんだこっちの飲む感じだと、なんだ、あおって言って飲み込んじゃってですね、死を飲み込んじゃった、罪から来る死を飲み込んじゃったんです。跡形もなくしたんです。だから罪という毒を持っている魚を大きな魚が飲み込んでですね、っていう感じですね、イメージ的には。で罪のもたらす死をイエス様の復活が飲み込んでしまって、それでこの命がイエス様につながる、つながるっていうか、属しているっていうか、信じている者たちを通して世に現れていきます。でこの復活の命が後には罪によって滅びへと向かっている世界全体をも飲み込むと、全く新しくされるんだと。でこれを信じるか信じないかなんです。信じるか信じないかなんです。なんでかって言ったらね、理解できないから。だってないんだもん、存在しないんだもん。この世に存在しないんだもん。この世に存在しないものをどうやって理解できるんですか。例えばどっかの宇宙かなんかわかんないけど、遥かどっかの遠くからさ、なんか宇宙人がやってくるとするじゃないですか。何も理解できないでしょ。今までの知識がないんだから理解できないですよ。それと同じようにイエス・キリストの復活ですね、これ理解できない。だってこの世になかったんだから、死者のよみがえりなかったから、これは信じる対象なんです。しかし事実、信じた者に復活の命が働いて、今までなかったことが起こるんです。まあ、バイブルカフェで毎週ね、初めてとかクリスチャンではない人たちが来ます。でこの前はですね、永遠の命って信じられないんですけどってこう言われたんですね。でどうやって理解すればいいんですかってこう一生懸命考えてるんです。いや無理ですって話をしたんですねで私自身もよく分かりました。私自身もね、祈るようなタイプじゃ全然なかったんです。そういうのをすごく嫌ってたタイプ。なんていうの、分かるでしょ、こうなんかいつも祈ってて、こうスピリチュアル系の人もいるじゃない、こうなんかこうそういうものを信じてるタイプと、もうなんかこう無神論系のさ、見えるものしか信じない、僕後者だったので、だから永遠の命何言ってんのって、死んだら終わりでしょって。でもね、イエス様信じたんですよ。で全部分かって信じたわけじゃないです、がむしゃらに信じました、必死になって。で自分が罪人だって分かったから、罪深いって。
で、数ヶ月経ってからかな。あれ？嘘？え、マジ？ってなって、いつの間にか、死んだら終わりっていうのが、何言ってんの？バカじゃねえってなっちゃったんですよ。逆になっちゃったんですよ。永遠の命信じてる自分がいたんですよ。その通りでしょ？その当たり前じゃんっていう。で、これ自分がやったんじゃないんですよ。自分がやったんじゃなくて、まあ、神の霊がね、やってくださってるんだけど、そう理解を与えておられるんだけど、このように、世にあるものではなく、信じるものなんです。で、この、なんか、そのガチで信じるって話したじゃないですか。で、ガチじゃなくてね、なんていうの、ガチの反対ってなんていうんですか。わかんないけど、バイパスして、ね、なんとなく雰囲気で、その十字架、キリストの十字架と復活を、こうなんとなく思ってるけど、さっきのなんか日本人的なこう考えで、なんかクリスチャンって優しいなとかさ、なんかいい人、なんかこれ、なんか、幸いになれるとかさ、こうなんていうか、こういう、なんかそういう、なんか良さそげじゃんみたいな感じでさ、で、バプテスマ受け、洗礼受けるの、うん、じゃあ受けてみるって言ってね、で、そこで牧師さんがね、こう信じますかって言うの、もう信じるって言えばいいんでしょみたいな感じで、で、行くとするじゃないですか。で、そうすると絶対つまずきます。つまずくってのは何かって言ったら、信仰から離れます。本当信じてるつもりなんだけど、絶対道徳的に真面目に生きていこうじゃないんです、クリスチャン生活って。え、そうなんですかって。いや、本当に罪を持ってる人は悔い改めてね、例えば嘘ばっかり、嘘つきだったけど自分は本当にこれ真実を言えるようになったとか、もちろんそういうのありますよ、当然。そういう意味での道徳の変化は当然あるんですが、そうじゃなくて、なんか良い人間になっていこうとか、なんか自分を磨いていこうとか、ね、自分がなんかこうちょっと病気だったけど癒されるとか、病気っても精神的なものを含めてね、肉体の病気でもいいんですけども、で、そういうのを目的にしていったら絶対につまずきます。いや、むしろお前はどうしようもないよって、病気のままだよって、私ダメなんです。いいじゃん、ダメなままでいてよ。もっとダメなんですよ。これ普通の会話で言ったら、こいつとんでもねえやつだってなるよね。で、なんでここまで強く言っちゃうかっていうと、自分に死ぬっていうのはこういうことなんです。で、今生きてるのは自分じゃないんです。私のうちに生きておられるキリストを信じる信仰によって生きてるんです。補助輪つけないで自転車乗るじゃん。いつかの時点で。で、いや、そんなの信じられないですよって、こんな二輪だったら絶対倒れるじゃんって。だけども経験上分かってるでしょ。いや、逆にある方がね、こう右左曲がるとき危ないじゃん。ちっちゃい子はね、それはいいけど、それと同じでイエス様によって、イエス様がそのいわゆるこのバランス、こう走ってる、分かんない、俺物理の法則よく分かんないけど、イエス様がそういう方なんですよ。だからその方を信じて生きてるんですよ。自分はもう頼りにならないっていうことが分かれば分かるほど、ま、クリスチャンとして成長しています。自分が危なっかしい。やばい。だからイエス様を信じている。だからクリスチャンの中でも、私はあんなこんな本当になんか大丈夫かしら、ね、どうなのかしらって言ってる人ほど幸いです。でもそれはある意味でね、裏返すとね、まずいですよ。じゃあ私ができたらどうなるんですか？ちゃんとできるようになったら。プライドいっぱいのクリスチャンですよ。高慢なクリスチャンですよ。パリサイ人ですよ。私は週に3、ね、ちゃんと10分の1献金も全部やって、こういう辺って、パリサイ人ですよ。だからまずね、目標設定そのものが間違ってます。胸を叩いて、主善人が、天も見上げることができると、私は罪人です。どうか憐れんでくださいって。で、これが10年経っても20年経っても30年経ってもその中で生きていくわけなんです。で、パウロは、話戻りますけど、パウロはこの言葉を書いているパウロは、とてもユニークな人でした。彼はユダヤ人なんですけども、タルソというギリシャ文化や思想が濃厚な町で生きていました。だから
コリントの人たちが何を考えているかよく分かったんです。けれども同時にエルサレムに行き、ガマリエルという立法学者の下で教育を受け、バリバリのヘブル人、ユダヤ人ですね、ザ・ユダヤ人、パリサイ人で立法を厳格に守っていた人でした。でよく誤解されるんですけど、このパリサイ人ってイエス様と考え方がもう真っ二つに、こうはん、なんか水戸黄門のさ、悪役みたいに見るんだよね。どうしてもこう日本人が読むと、あ、パリサイ人ってすげえ悪いやつだってこうなるんです、ね、イエス様はすごい正義の味方って水戸黄門見ちゃうわけです、うん、いやそうじゃなくて、あれはすごく考えが似てるからバチバチやってるんですよ。で本当に神様を求め、神の言葉を本当に信じている人たちが陥りがちな形式主義に、それをイエス様が話しているから近い者同士の論争なんです。というかユダヤ人の論争の仕方ってあんな感じで、ちょっとすごい日本人にはうわーっていう感じなんだけど、でそれで彼らは死者の復活を信じてたんです。聖書が言ってる通り信じてたんです。だからパウロは死者の復活を信じて、それでこういうふうにね、ヘロデ・アグリッパ2世の前でこう弁明しています。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうかと、こう言ったんです。もともと信じてたんです。だからイエス様がよみがえってからはパリサイ人の中の間でイエス様を信じる人がどっと現れたんです。で ガマリエル、その先生だったガマリエル自身もそんな迫害しない方がいいよって言ったでしょ。もしかしたら神からかもしれない。パリサイ人は死者の復活を強烈に信じてたから、だからイエス様がよみがえったということで、ああ、この方が初穂って言ってるんですよ。初穂っていうのは第一人者だと、先駆けだと。このように、だからこの方を信じ受け入れることによって信じる者たちも死んでも生き返るんだっていうふうに分かったんですよ。イエス様がマルタに言われました。覚えてますね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様がよみがえりで命だから、この方を信じる者はキリストの命にあって死んでも生きるんです。20節にさっき言ったように、今やキリストは眠ったもの、これ眠ったって死んだものなんですけど、死んだものの初穂として死者の中からよみがえられましたと書いてます。初穂っていうのは何かというと、収穫があって初めに取れたものですね、収穫したものを神に持っていくんですね。これ初穂の祭りって言いますけれども、つまりこういう代表者ですね、これが代表なんです。この後に来る収穫の代表なんです。で、15章の23節には、しかしそれぞれに順序があります。まず初穂であるキリスト、そしてその来臨、イエス様がまた戻ってこられるときに、キリストに属している人たちですとあります。ということで、私たちはイエス様を信じ、洗礼、バプテスマを受けた人は思い起こしてほしいんですね。イエス・キリストがよみがえったということを信じることは、その生きておられるキリストの命にあって生きていて、自分はキリストに死んだんだということです。バプテスマはこう書いてます。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと。そして6章の5節にはローマですね、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活と同じようになるからですと。どうでしょうか、皆さんは、イエス様がいるから自分でしょうか。そうですね、この私がの知り合いの人でね、このモルモン教の宣教師の人がね、家を訪問してきて、でモルモン教の人たちはね、本当にすごくね、いつもいい顔してるし、私もね、見ててね、あ、なんかいつも本当に笑ってるし、すごいなと思うんですけども、
で、こういったですね、このイエス様を信じれば良い人になれますよみたいなことを言ったらしいんですよ。良い人、そういう話じゃないでしょうと。その、友達、知り合いのクリスチャンいました。キリストっていうのは私にとって全てですってこう言いました。そんな良い人になれるとかそういう話じゃない。キリストは全てです。つまり良い人になるのではなくて、キリストこそが私の命なんだ、この方が私のうちに生きておられるんだというのが、これがバプテスマをの意味なんですね。なので信仰者の拠り所というのが、もうこのあとキリスト教の、もう全てって言ってもいいですね。キリストの復活なんです。で、復活がなかったら一番哀れなものだというふうにパウロここで言ってんです、15章で。だから、こう世の中に生きてて、死者の復活とか、まあ、なんか死んだ後のこととかね、この将来のこととか考えないで、こう今のことをね、もう一生、なんかいろいろ忙しいから、ね、勉強もあるし、あとはなんか仕事でもいろいろあるし、家でもいろいろあってね、まあ、こっちのことをね、もう本当にいろいろやるんだから、なんか死者の復活とかなんだかわけのわからないことはもう本当にいいんじゃないのっていうふうに心で中で思ってたら、一番悲惨な人です。まずね、皆さんここに来てて騙されてます。いいですか、今死者がイエス様読み上げなかったらでは騙されてます。嘘をずっと吹き込まれてますからですね。で、嘘を言われてずっとこう言ってるんです。信仰がな、だから実質がないわけです。中身がないんですよ。空っぽなんですよ。オレオレ詐欺に遭ってるんですよ。全くない嘘を伝えられているから。でね、例えば、いや、普通のこの日本の方々のようにね、年に1回こうちょっとお参り行ってさ、そしてちょっとこう叩いて、で1年間全てのね祈願をしてね、でそれで終わりじゃないじゃん。クリスチャン毎日祈ろうよ、聖書読もうよ、礼拝は週ごとにね、本当にちゃんと言って捧げようよ。で、結構ね、他の人とね、生活は違うから、スタイルは違うから、いろいろ摩擦も起こって、いろいろ大変じゃないですか。ねえ。なのに全部嘘だった。一番悪いです。でもイエス様が蘇らなかったら、私はね、今おすすめです。もう帰っていいです。さようなら、ロゴス教会終わりです。死者の復活がなかったら。イエス様は蘇ったから、命を捧げるに値する。自分の命よりも大事なものなんです。自分がたとえ死んだとしたって構わないんです。自分が病気になったとしたってイエス様は信じてるんです。いろんな試練が起こったって、私は全然びくともしないです。イエス様は生きておられますと告白する。それだけ値する価値あるものです。死者の復活。それを信じて、生きていきたいですね。パウロは、まあ、いろんな苦しみに遭いました。けれどもですね、こんなこと言ってるんですね。第2コリントの4章、8節から10節ですが、私たちは四方八方から苦しめられてますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒れますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまた、イエスの命が私たちの身に現れるためです。日本に起き上がり拳ってありますよね。これいいですね。これクリスチャンっぽいね。ね、ちょっと惨めなように見えるんですよ。でも、あれ大丈夫じゃん。これがクリスチャンの姿です。なぜかって言ったら、イエスの死を身に帯びているけれども、同時に死身を帯びているからこそ命が現れてくるんです。その復活の命が現れ続けていく。そして最終的にこの体そのものがね、死んでも蘇る、まあ、生きたままイエスも来られたらこの体が変えられるわけですけれども、その復活の信仰が与えられています。ぜひですね、イエス様をまだ救い主として信じてない人はですね、ちょっと考えてみてください。イエス様言われました。私を信じれば死んでも生きます。
そして私生きているうちに私を信じる者はですね、この死んでいつまでも生きるって言ってます。私たちにとって死は恐れるものではありません。ある人がこう言いました。最後に息を引き取った時に次に息を吸うのは神様の目の前、この天国で神がおられる天国で次に息を吸うと、これも聖書にも書いてあることですね。自分がこの世から離れることは主と共にいることだって書いてます。ぜひね、このガチで取り組んでみましょう、自分の人生を。そしてイエス様をちょっと見上げてみて、見てください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなたが、の命の希望を与えてくださいました。主よ、どうぞ私たちが、恐れることなくこのイエス様の死、そしてよみがえりを自分のものとして、取り組んでいくことができるように助けてください。そしてもう一度点検して、この長いこと信仰生活をしている、しばらくしている人たちはもう一度点検して、自分が立っているところは一体どこなのか、本当に福音なのかどうか点検できますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。一人一人をに顔を向けてくださいますように、あなたの恵みを注いでくださいますように、平安のうちで守っていてくださいますように。主イエスキリストの恵みがあり、神の愛に満たされ、聖霊によって交わりが私たちと共にありますように。主の御名によってお祈りします。